今日はね、富山県の五箇山っていうところに来てます。五箇山っていうと、この世界遺産の古いかやぶき屋根の集落で知られているんですけれど、この五箇山には日本で一番古いって言われている民謡があって、今日はその祭りが開かれているんで、これから見に行こうと思います。やってきたのはね、南砺市上梨っていうところにある白山宮っていうところですね。真ん中の方は歌い手さんなんですけれども、こういう楽器を鳴らしながら歌われます。こっきりこって聞こえませんかね。聞こえる聞こえる、はい。Thank you.
よろしくね。